多いですね。さあトーキックもインステップも両方やってみましょう。どっちがやりやすいのか、そしてどっちがやりにくいのか。さあ、わらちゃん、あ、わらちゃんいいですね。さあ、東さん、あ、ごめん、よしさん、思いっきり間違えました。さあ、よしさん、あ、よしさん、バーってはさっきの練習ですよ。今違いますね。今はゴールに向かう練習ですよ。しょっちゃんトーキックも上手ですね。はい、トーキック、そしてね、人のももを蹴ること、これローキックって言いますからね。はい、これムカついた時はローキックをしましょう。はい、男性がムカついた時はローキックですね。さあ、カルバちゃんゆっくりでいいからね、いろいろいっぱい練習して。さあ、カルバちゃんどんどん上手いですね。孫がいても上手くなる、なんていう成長でしょうか、カールばあちゃん。